おい、いるか。ん？おお、なんだ桐生さん、あんたまだ生きてたの。お？おいおい、べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが、他に行くとこがね。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です、すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん？ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ？アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子が？なんで？あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。分かったよ、引き受けた。おお、なんなんだあいつは。おしゃれ。キリュウさんだな。立花に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる、止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん、ここの顔役か。ああ、ついてきな。橘は無事なのか？来ればわかるよ。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした、桐生さん。もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。
橘。牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。小田さんにもそう言っといたんですが。橘。はい。小田は誠を殺そうとした。どういうことですか。それで大阪を出たきり小田とは連絡が取れていない。おそらく小田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。全ては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今小田さんをも巻き込んで。立花。日本人の血を引く私は中国でリーウェンクイツと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は周りを喰らい、のし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた。そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目に遭ったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが空の一坪。ええ、堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一粒が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、
ヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやすさんを交渉相手に選んだのは何でだ。風間さんが堂島総兵に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島総兵の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島総兵が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東条会本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東条会の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つ神室町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように。そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立場の不動産はおやすさんの指示で作ったのか。立場の不動産の誕生、そして殻の一つもにまつわる、これまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東条会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性はやはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花桐生さん、私は妹にシャオチャオに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ橘田。大前らの狙いは橘なのか。てめえもいたのか。キル、いい加減死んどけ。
アジア海にいることはできませんね。キリさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？キリュウさん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながってるとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少子，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは、私を生け捕ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが。一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。あんた陳さん、
立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな、殻の一粒は立花さんと牧村誠の祖父牧村源蔵という男が持っていた土地の一部だった、うん、彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源蔵には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない、あなたたちヤクザが。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア外はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構では。立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。キリュウ、堂島君か。
探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ。いつまでしぶとく生きてやがんだ、お前。今どんな気分だ？え？立ち花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんだるかもな。なあ、そうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これで芝居にしようや。キリュウ。キリュウ、立花は今久瀬の兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になって、てめえら二人ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってのはどいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。殻の一粒はじき堂島の手に落ちる。隣や風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。違うか、キリュウ。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ。今俺に手を貸せば、お前は。うるせえ！俺は、おめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ、行くぞ。Oh!
に行こうぜ。さっさと来い。ありがとよ。ガンガン行こうぜ。負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ、兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。うん？牧村誠をそこにかくまっている。橘を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか、よし、わかった。さあ行くか。キリュウ、おめえ今までよく生き延びたよ。まったく大したもんだ。運が良かっただけだ。ようやく見つけたぞ。
行き先はホームレス街だったが、牧村誠をそこにかくまってんだ。おっと、危ねえだろ。あそこに知り合いでもいるのか。ああ、それがどうかしたのか。いや、今までいろいろあったんだろうなと思ってよ。あいつやる気みたいだぜ。上等じゃん。あいつやる気に…いらっしゃいませ。ありがとうございました。
何すんだよ。ちょっと待てよ。おお、気をつけろよ。おお、一体な。おお。ちゃんって、わかった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って立花。え、この子殻の一坪の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢、大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。わかった、すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう、キリュウ。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ったら信用できるのか。ああ。俺は立花が連れてかれた後、アジア街で倒れてた。あの人が敵なら今頃俺はもう生き…立花の居所はつかめたか。殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、鞍替えしたと見える。よほど跡がないらしい。
だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む。桐生さん、錦、立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった、とにかく急ごう。よし、牧村誠はずっと橘のことを探してたのか。ああ、蒼天堀で兄のことを探し回ってたらしい。なるほどな。橘もそのことは知ってるのか。ああ、知ってる。そうか、俺にも妹がいるからな。橘のことは人事じゃねえ。俺が橘なら命張って妹を守ろうとする。錦、だからよ、あの兄弟絶対会わせてやろうぜ。あっと、おい気をつけろよ。するなよ。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口
割れますか。なめやがって、いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久世さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺が自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちは、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだおら。バッカ野郎が。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ、何やるんだ。
遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。立花、キリウス、ラオグエよ。あやつってのはドージマ総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。風間さんを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだ、こんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。
奴ら再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東上界に戦争を。知ったことか。キリエ、女を渡せ。東上界全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東上界を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。キリュウ、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのはかつて真島もその一員だった東上界の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い、密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島はかつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。